皆さんこんにちは。さあ始まりましたゴーデッドが in 東京ゲームショー2014イエーイ。さあ2回目ですか。はい、はい、2回目です。いやすごい観客のようですね。もうね、昨日6000人、前回ですね、前回は6000人の観客が増えましたね。増えた、2億いますね。すごい、すごいですね。もう日本全国だけではなく、海外からも。そうですね、先ほどね、はい、海外のアメリカの方がね、ゴージャスさんに話しかけてきて、あの、私はアメリカ人だけど、こうあなたのこと知ってますっていうの。そうね、で留学してきた日本の子が、ゴージャスを教えてくれたって言ってたよね。いいやつ、そいつに。すごくない？そいつに僕はね、10万円ぐらい渡したい。10万か、渡したい。低くもなく高くもなく、気持ちはね、ねえ、すごい。ワールドワイドにゴージャス動画をお届けしてまいりたいと思いますが、はい、はい、で今回も何やるかもうあれかな、みんな分かってるかな。よきゅう、何やるの。はい、あの世界的ヒーローのゲームをやっちゃいたいと思います。音聞こえてる？みんな。はい、そんな感じで、はい、本日もやってみたいと思います。では早速、はい、はい、スパイダーマンアンリミテッドプレイするぞ。おー、プレイするときこれ外さないとできない、ね、できない。はい、ということで前回の続き、おい、はい、このままね、ゴブリンをやっつけに行きたいと思いますね。5体倒すんだよ。そうですね、行きましょう。今何体目かな。まだチュートリアル中なんですよね。うん、あれ、プレイこれからこれでも、今どっちが必要だ。今日は急いでますからね。はい、よし、行きますよ。はーい、一元常にスパイダーマンに助けを求めてきますね。そうなんだ、やっぱね、みんなの隣人ですからね。さあ、なんで隣人なんだ。隣人ね、隣、もうそれぐらい親しいぐらいっていう相性。へぇー、おぉ、うん、クラゲンもね、さっきね、あの壁にピタンってぶつかるところが面白いって言ってた。あのね、昨日ね、みんな言ってましたけどね、なんかね、難しいですからね。実は私もさっきこれプレイしたんですよ。そしたら意外とね、はい、難しかった。あの、単純なんだけど反射神経的なこととか、そういうね、そのなんかうまく操作がいかなくて、はい、倒せなかったりして、落ちちゃったりして、だからね、うまいんですよ、もう。ゴー様、今日うまい。うまい、うまい、言うから、言うて集中力が持たないんですよ。クラゲのせいで、喋りかけたら。さあ、大丈夫、大丈夫、まだ。まだ、まだ。あの、まだ助かるだろ。まだ助かりましたね。さあ、いいですよ。あん、そっか、あいつはスライディングでやってるのか。スライディングでそうですよ。なんか取った。お、ガード、ガードみたい。バリア、バリア。かっこいい。ただ全部避けるけどね。これでも避けるんじゃなくて、ゲーム。すごい、なんかかっこいい基地みたいなところに入ってる。サイリメン、サイリメン、サイリメン、サイリメン。あ、負けだ。今のトリッキーでしょ。おえー、すばかー。ここスライディングか。今のスライディング、さあ、あ、これコンティニュー、これ使っちゃっていく、使っちゃう、もったいないけど、結構これワンステージワンステージクリアしていくごとにしてもらえたりするから。そうだね、今はね、いっぱいもらえてる感じなんで。あ、でも今クリア、これで終わり、チャレンジ終了、これで謎なステージでした。もう一回、もう一回いきましょう。もうクリアしますよ、私はもう。はい、いい加減に。グレイレベル4、イエス、おぉ、いやー、ビヨーンでやってみた。無限に行くわけですよ。It's too easy. あのね、あのね、ジャンプするタイミングよ、タイミング、タイミングよ、コンテンツ使いたくないんだ、使いたくないんだ。あ、ちょっと待って、序盤だったし、序盤だったしね、確かに。これ進まない
と話が進まないですからね。そうです、早くクリアしてください。もう次もう使いましょう。3回目の挑戦です。ライディング、ライディング、あのなんだろう、やるたびにどんどん下手になってくる。どういうことなんだこれ。集中力が落ちてる。まだ使いたくない。まだまだまだいけます。次本気出していきますんでね。はい、僕はスパイダーマンが好きなんですから。好きと強いとうまいは違いますよね。あったそこら辺はね。あれもうちょっと溜まったらクリアになるんじゃないのってクラゲが言ってるけど。そうですか。わかんない。すごいな。いやいや、基本的にこの黄色いやつを取っていくタイミングで飛んだりすると、あ、これ上にビヨンってするとタッチしたままだとあのビヨンって飛べた。そう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 そやりましょう、ファンデにしましょう。 Still going strong。 実際街にいたスパイダーマンがあんなビターンってしてたらちょっとみんなショックなのかな。ヒーロー台無し。みんな好きでしょ。もう全然もう全然使っていいので、yes。 何ももう恐れないですよ。 Please try to fight back。 倒せる敵はいいですよね。もうジャンプとか怖いよ。戦いたくないわ。避けてくスタイル。なんかスライディングしながら横に移動するのかっこいい。そう、これはあれダメなの。あれあのガードを使ってもあれダメなの。もう慣れてますよ。もうこれ慣れてますよ。さあ頑張っていきましょう。さあまだ助かるですよ。リクルート、リクルーター、リクルートしましょう。そういうことか。雇うんだ、行きましょう。別次元からこれで使うのか。どっちどっち、ちょっと待ってくださいね。ね、足らないな。25。あ、でもこっち下、スタンダードは来る。スタンダード、スタンダードは来るでしょ。スタンダード、いらっしゃい。これはこれ最初と 何が違うの。これ最初と何が違うの。サウスオブ M スパイダーマンですよ。どういうことですか。ハウス、はいはいはい、もう一回やろ。ボーナススコアが 30% アップだって。もう一 回やりだしたらもう止まりませんよ、これ。ブラックスパイダーマン、あれ、あ、違うのか。イレギュラー。 Nobody messes with Spider-Man。 内容が違うの、その能力ね。え、何、時間 15% レベルアップまでの。へぇ、ちょっと待ってくださいね。へぇ、同じスパイダーマンでも違うんだね。スパイダーマン、スパイダーマンの、これじゃない、間違ったか。僕のスパイダーマンみんな見たいんですよ、僕のスパイダーマン。あ、一番トップゲームのとこかも。リクルート押すと、あ、これ OK。 あ、ぼで戻る、戻る、マイチーム、
来ました。これ4人のスパイダーマン、今4スパイダーマンですよこれね。あんまりここら辺は変わらないですね。変わらない。そう、これとこれは同じ感じがする。これはちょっと胸のあれが違う。お、でももうあとそんなコンプリートしちゃうのかなこれ。あ、ていうかこれキー外せたんだな。さあ、お、レベル10。とりあえずじゃあもう一回いきます。はい、下、上だとゴブリン。あー、でもクリアまだ 16% なんだ。ゴブリンの方いっちゃいます。はい、倒していこう。いきましょう。スタート。じゃあまたゴブリンが来た。そう、行くぜ。よし、おやすみ、グレーゴブリン。ゴマン、お、勇猛かな。おばさんに私は行くんですよ。ジャンプはしない。スパイディはね、スパイディ、ふっ、安定してる。ジャンプとかし始めた。ビヨーン、ビヨーン。当たっちゃダメ。あ、当たっちゃダメなんだ。当たっちゃダメなのかよ。なんか取った方がいいのかなとか、ね、だいたい気づいてたけどね。スイッチ。あー、これやってみたいな。怖いんだろうな。ちょっとさ、そのエロい感じの声やめてもらえる。エロくないって。やめてもらえるかな。エロくない。それは各々の感じ方だから。それは王様がエロい。あー、ほら、欲求ね。ほら、エロい、煩悩、煩悩、煩悩。欲求がエロい声出すからだよ。Not done yet. Is that all? Not all. なんでゲームしてるとさ、こう、ジャンプするためにこうやって一緒になっちゃうんだろうね。You can't stop me. Oh, yeah, man. Come on. Come on. あれあれ、殴ってさ当てるやつだよこれ。本当に？あの、あ、間違った。これは違うか。青い丸いやつは序盤に出てきてたよ。前回やってたやつ。はいはいはい。殴って上にやって、そう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 。そう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 。それでゴブリンに当てるんだ。あ、食らってる？食らってる。ゴブリンビビってる。すごいね。ふぅ、あ、パン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 。ミッション成功。おー、さあ、どんどん行きましょう。後で評価しますよ。しつこいメナス。ねえ。下？ないね。あ、会場レベル達してません。戻るぜ。戻るぜ。やっぱりこリクルートは違うな。リクルートね。じゃあこっちか。これいける？アンリミテッドモード。オッケー。でもこれはね、本当に皆さん一回ダウンロードしていただいてプレイしてみてほしい、ね、無用なんですね、意外とね、難しい、無料でこんなに面白いなんてっていう感じ。本当ですよ。意外と難しいし、意外と爽快感がすごい、ね、あとすごくスパイダーマンを見ようか。もう初級も、ああジャンプのね、タイミングがね、ちょっとねもうバンバンもう落ちてる。バンバン動いてんね。これを集めればリクルートは無料できるね。
違う、新しい傾け、面白そう、ちょっと逆逆逆逆面白い、新しいギミック、新しい、やっぱね、ピューホーピアニー、すごい、いいよ、うわー、下だ、下だ、下だ、これ、面白い、ボイン、ボイン、すごい、いや、これわかんねえわ、これ今のわかんねえわ、 Here we go、なかなか難しいところが、あーあーとか言わないやってんだからこっちは、あーもう足りない、あー足りない、あクラゲ足りなくなっちゃった、これはどうしたべきか、so、ヒーローって僕の 天職だね、負けちゃいました、はいという感じだったのですけども、はい、今日もすごいバタバタピチピチ壁に当たってきましたが、ね、難しかったね、やっぱり、うん、でもやりごたえがある、やりごたえがある、ね、これはね、本当に一回自分でやってみないとね、わからない、そうですね、次回はプレミアムリクルートしたいですね、そうですね、うん、何が来るの、プレミアムだと、ね、私も別にこれに、なんだろう、これは無課金になりますみたいなこと宣言もしてませんからね、うん、はい、ね、でもね、これに至っては入れちゃってもいいと思うんでね、はい、はい、という感じで、はい、皆さんもスパイダーマンアンリミテッドダウンロードして楽しんでいただきたいと思います、はい、それじゃあ、2億人の、ファンのみんなどうもありがとう、ありがとうございます、また明日お会いしましょうということで、バイバーイ、またね、あんま今日面白いこと何にも言ってないね、でもびちゃびちゃ壁にぶつかってて面白かったよ、でも第サムライミの第3部に出てくるサンドマンっていうのも本当に心の優しいやつだから、それと同じ心で僕は接したつもり、でも全然その心伝わってなかった、うん、わかるゲームマーケットがお送りするゲームアプリ攻略動画チャンネルゴージャス動画、たくさんのゲームアプリを紹介していくよ、今すぐチャンネル登録してね、それここ。